前輪駆動、前輪駆動、前輪駆動、逆、FWD= フロントホイールドライブとは、車輪を有する輸送機器の駆動方式の一つで、前後の車輪の内前方の車輪を駆動する方式である。前輪駆動と対比される駆動方式は、後輪駆動である。自動車では駆動輪に近い車体前方にエンジンを搭載されたものが多く、その場合は、フロントエンジンフロントドライブ、 FF、フロント、エンジンフロントドライブ方式と呼ばれる。21世紀初頭時点では、乗用車を中心とする四輪自動車に広く、用いられる。特に四気筒以下のエンジンを積んでいる車種の大半は、前輪駆動、及び、それをベースとした 4WD 車である。トランスミッションとエンジンの搭載方法は1970年代以降、主に横置き配置が用いられるようになっているが、 それ以前からの歴史がある縦置きの例も若干が残っている。後部エンジン、前輪駆動も前輪駆動に入るが、一般の自動車、乗用車やトラックなどではこのレイアウトにするメリットがないため存在しない。しかし、二輪駆動のフォークリフトでは、運転席下部や後部にエンジンを搭載し前輪を駆動する方式、MF 及び RF が主流である。 エンジン自身をカウンターウェイトにするためと用途上バックで運転することが多いからである。また戦車にも近いものが存在する。四輪自動車以外にもオートバイやオート三輪にも前輪駆動のものが稀ではあるが存在した。その多くは前輪真上ないし側面にエンジンを搭載し、チェーン駆動もしくはタイヤハブをローラーで摩擦駆動するものであったが操縦性の制約や 駆動摩擦力を得るための荷重不足によって一般化はしなかった。簡易車両が主流を占めたこれら前輪駆動オートバイの中でも得意な例外的大型車はドイツのレース用オートバイのメゴラ1921で 640cc の星型5気筒エンジンを前輪ハブ内に搭載し変速機やクラッチもなしに前輪を直接駆動した極めて異様なオートバイであった。 自転車は19世紀チェーンによる後輪駆動が確立される以前には前輪を直接ペダル駆動するものが多かったが、後輪駆動車が普及してからはるか後年、リカンベントの一部補助動力付き自転車の補助動力などで前輪を駆動するものが出現している。この場合、後輪と合わせ前輪も駆動する自転車なので、詳しくは二輪駆動自転車を参照。 最初の前輪駆動といえる車は世界最初の自動車でもある汽業の放射であった。汽業の放射は3輪、全1輪、後二輪で全部に動力源、蒸気機関を持ち前輪を駆動する。詳細は汽業の放射を参照。この当時はそもそも比較する対象がいなかった世界最初の自動車のためたの方式が存在しなかったために前輪駆動を 後輪駆動という分類自体がなかったわけだが、いずれにせよ前輪駆動は自動車の歴史の中で最も古い方式であるが、蒸気自動車やその後の内燃機関式自動車ではなかなか主流にはなり得なかった。後輪駆動方式に比べ技術的な障害が多かったからである。自動車が本格的に普及し始めた十九世紀末は、プロペラシャフトのジョイント技術の未熟から旋回時、 画角のついた前輪に円滑に駆動力を伝達する手段が乏しかった。駆動輪を操舵しない後輪駆動方式でもサスペンションが上下するため、プロペラシャフトのジョイントは曲げに対応する必要があったが、曲げ角の小さいユニバーサルジョイント、カルダン式自在継手で十分だった。しかし前輪駆動方式のジョイントは、旋回時のより大きな曲げ角に対応する必要がある。 カルダン式自在継ぎ手を2つ組み合わせたダブルカルダンジョイントにすれば大きな曲げ角を得ることができるが全長が長くなり動作も自動車に使うにはぎこちなかった。1950年代までの全輪駆動車は後輪駆動車のプロペラシャフトにも使われる十字型ジョイント、カルダンジョイントを2つ組み合わせたダブルカルダンジョイントか、その圧縮形態であるトラクタジョイント、 L 型ジョイントしか使うことができなかった。それらはいずれも前輪駆動車のジョイントとしては耐久性や円滑性の面で不完全であった。カルダン式よりも優れた能力を持つ金属ボールをジョイント内に複数個配置し、ボールの面接触を利用することでジョイントが屈曲しても駆動力を等速伝達できるようにしたボールジョイントの着想は すでに1920年代から現れており、1930年代には、バイスジョイント、チェッパジョイントなどとして実用化されていたが、精密加工を必要とするため極めて高価で採用は一部、高級車に限られ、生産性や耐久性にも課題を抱えており、普及には至らなかった。初期の全輪駆動車は、ジョイント技術の発達が普及の条件であった。その改良は、 むしろ前輪駆動車よりも先行して普及した後輪駆動構造を基礎とするパートタイム型四輪駆動車の前輪用ジョインとの改良発展によって助けられた面がある。前輪駆動に関する理論的な解析は乏しい状態であったが、感覚的に後輪による推進よりも前輪による牽引の方が安定性に優れているであろうと考えた技術者たちによって、 まず1920年代にレーシングカーから全輪駆動の導入が始まった。1925年から1926年にかけ、アメリカの自動車設計者であるハリー・ミラーによる1.5リッター8気筒のミラーレーサーと、フランスの技術者ジャン・イコール・アルベール・グレゴワールおよびピエール・フナユによる1.1リッター4気筒のトラクタ・ジェフィが世に送り出された。 いずれも低重心車足と下級機付き、高性能エンジンとの組み合わせでポテンシャルは高く、前車はインディアナポリス500マイル耐久レースで数年間に渡り上位入賞、また後車はルマン24時間レースに1927年は設計者自身の手で完走、1930年には 1100cc クラスの一点にフィニッシュを達成するなど、サーキットで優れた成績を収めた。 さらにその実績を生かして、ミラーは自動車ディーラーのエレクトロワンコードの依頼で、大型高級車コード L291929 年を、グレゴワールはトラクタの市販モデル1927年をそれぞれ開発したが、いずれも少量生産に終わっている。また1920年代のアメリカではミラーの成功に刺激され、 大手自動車メーカーでも前輪駆動方式を検討するようになるが、ジョイントの問題から頓挫した。これらを含めて、第二次世界大戦以前に開発された初期の前輪駆動車の多くが商業的、技術的に成功しなかったのは、前輪を駆動するジョイントが円滑性、耐久性の面で未熟であったことや、前輪を車体最先端に置き、エンジンはそれより、 後方に指示ぞかせ立て置きするという同時代の後輪駆動車に影響されたレイアウトをとっており、駆動輪の荷重不足で十分な駆動力を得られなかったことなどが原因として挙げられる。ジョイントの制約から回転半径も大きくなった。これらとは別に前輪駆動が、市のフォークリフトが1920年代の米国で開発普及が始まっている。 大衆向けの量産全輪駆動車の最初は、1931年にドイツで開発された 500cc の DKWF-1 である。この小さく、経済的なミニカード成功に続いて、アドラーも1932年発売の小型車、トルンプで全輪駆動を採用。1933年には、DKW と同じアウトウニオングループのアウディから、 前輪駆動の中級車アウディ UW220 が発売された。リアエンジンが流行していた当時のドイツであったが、アウトウィニオンとアドラーは小型車での前輪駆動に傾倒し、他国のメーカーにも影響を与えた。ドイツでのトレンドはフランスにも飛び火した。1934年に発表されたフランスの中型車シトロエントラックシオンアバンは従来同様に 先端前輪の縦置きエンジン車ではあったが、前輪駆動のメリットを当時としては最大限に生かし、全金属車体の軽量低照構造などの先進設計も導入して、高性能を達成、1957年まで長く生産された。第二次世界大戦以前の前輪駆動車としては最も成功した事例と言える。イゴシトロエンは輪駆動の先駆メーカーとして、 後半な車種に前輪駆動を採用した。同時期、後輪駆動車にも共通して、車両前方に50%かそれ以上の荷重をかけて、直進性を高めるアンダーステア型の重量配分が普及するようになり、小型前輪駆動車ではエンジンを前車軸上や前車軸前方へのオーバーハングに配置して、駆動力不足を克服する傾向が生じた。これによって、 第二次世界大戦後に至り、ヨーロッパの小型乗用車には、引き続き等速ジョイントの性能問題を抱えながらも、徐々に前輪駆動が広まっていった。世界の大衆車に前輪駆動が広く普及するきっかけを作ったのは、1959年に発表されたイギリス BMC のミニとされる。それまで前輪駆動は縦置きレイアウトがむしろ主流であったが、ミニは、 エンジンを横置きにし、その下にトランスアクスルを置いて2階建てに配置する方式を採用した。この横置きエンジン2階建て構造は開発者アレックイシゴニスの名を取ってイシゴニス方式と呼ばれる。ミニがこのような配置を取ったのは前後長、横置きなので幅とも言えるが、それほど短くない既存の直列4気筒エンジンをコンパクトな エンジンルームに収めねばならない制約からである。それ以前にも、直列に気筒前輪駆動車に、横置きエンジン配置の洗礼は、多々あったが、磁気エンジンを横置き配置するという着想は、プロペラシャフトのある FR 車では、容易に採用し得ない手法であり、前輪駆動方式に著しいスペース節減効果の可能性があることを実証した。ミニのブレークスルーの背景には、 等速ジョイントの改良も大きく寄与している。フォードのエンジニアであったアルフレート・ハンス・ゼッパーが1938年に考案し、その後イギリスのバーフィールド社によって開発され、ミニで採用されたバーフィールド・ゼッパージョイントは完全な実用性を備える量産型のボール式等速ジョイントであり、相打時の大きな屈曲角でも円滑に駆動力を伝えることができ、長年にわたる 全輪駆動車の課題を克服するものであった。ミニのバーフィールドツェッパジョイントは条件の厳しい車輪側に採用されたものであり、車体側、作動装置側には在来型のカルダンジョイントや不等速型ながら、車体側に使用する場合は、一応の実用水準を持った三叉型のトリポットジョイントが用いられていた。それらを性能面で上回り、作動装置側での使用に適した。 伸縮性を持つボール式等速ジョイントはバーフィールドの原案に基づき東洋ベアリング現 NTN がダブルオフセットジョイント DOJ として実用化した1966年昭和41年のスバル1000向けが最初これらのボール式等速ジョイントの改良はさらなる全輪駆動車の普及に貢献し1960年代の欧州車を皮切りに 急速に世界の自動車メーカーが多くの小型車を全輪駆動化した。ここからさらに一段飛躍し、1969年発表のイタリアのフィアット128は、トランスミッションと直列4気筒エンジンを一直線に繋ぎ横置きするという方式を採用した。こちらも開発者、ダンテジア交差の名を取って、ジア交差方式と呼ばれた。この方式は、 最初から横置きを前提とした長さ、幅の短い F 一体型のトランスアクスルを新たに開発することで可能になったのである。ジア交差方式はイシゴニス方式よりも設計の自由度が高く低コストな前輪駆動方式の決定的なシステムとなった。現在では多くがフィアット百1 2 8に習ったジア交差式の横置きレイアウトを踏襲するが、 縦置きにこだわり続けるメーカーも存在し、アウディと富士重工業、現、スバルがよく知られている。縦置きは四輪駆動化しやすいレイアウトであり、両者とも四輪駆動車を付加価値としている。両者ともエンジンの後方に全車軸をまたぐようにして、トランスアクスルを配置するレイアウトをとっているが、このような構造は、後輪駆動車をベースに四輪駆動としたものと、 比較して、独立したフロントデフケース及び、トランスファーとフロントデフを連結する、プロペラシャフトを必要としないため、部品点数を少なくできるメリットも存在する。過去には、サーブ、ルノー、トヨタなどが1980年代前半まで、縦置きの前輪駆動車を製造していた。しかし、それらの車種も、その後継車、または、発展型では全て横置きレイアウトに変更された。 アメリカ社では1966年のオールズモビルトロネードが V 型8気筒エンジンとトランスミッションを平行に配置して縦置きするユニタイズドパワーパッケージと称する手法を採用した。エンジンとトランスミッション間の駆動はチェーンドライブにて伝達されトランスミッションに近づけされたフロントデフにより全車軸へ駆動力が分配された。このような方式は ゼネラルモーターズ内の他部門における後輪駆動車向けトランスミッションを内部構造はほぼそのままで共用できるという利点があった。オールズモビルはトロネードをあえてオートマチックトランスミッション専用車とすることでチェーンドライブ部分の構造を簡素化し後輪駆動車よりはるかにコンパクトなパワーユニットの実現に成功した。 同様の構造は1973年から78年までの1967年以降の1979年以降のビュイックリビエラでもほぼそのままの形で採用されトロネードのパワーユニットが横置き式に全面変更される1986年まで存続していたホンダは最初に製造した前輪駆動車1967年 昭和42年の N360 から横置きレイアウトであったが、1989年、平成元年に発売したアコードインスパイアでは、あえて当時すでに珍しくなっていた縦置きレイアウトを取った。その後レジェンドなども同様のレイアウトを取ったが、現在ではすべて横置きに変更されている。前輪駆動はオイルショック以降の少年フィシコを背景として、 小型車のみならず大排気量の乗用車にも広がったが、その場合にネックとなる重量の負担と駆動力による姿勢変化の難、タックインやトルクステア等は同時期に普及の進んだパワーステアリングの助けとサスペンションの改良、タイヤの高性能化によってある程度改善されている。w t c や TCR のようなツーリングカーレースでは、 全輪駆動の4度アーシャで争われている。BTCC は、後輪駆動との混相だが、調整により、互角に戦うことができる。ラリーでは、WRC3、JWRC、ARC3、a p e k 3などが二輪駆動車であることを義務付けているが、ごくわずかな例を除いたすべてのメーカーが、全輪駆動車を採用している。 これは低ミューな路面やツイスティなコースの多いラリーでは、後輪駆動よりも有利なためである。また多大な性能調整の恩恵を受けてはいるものの、1999年、WRC のターマックラリーで、フィリップ・ブガルスキーのカル、前輪駆動の f ニキットカーが、四輪駆動の WR カーを破って二度総合優勝したことがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。